あここさ、うん、ちょっと痛いですか。いや大丈夫です。大丈夫ですか。はい、あ、うん、おーおーとしか言えないこの感覚だん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 動いてきましたね。あ、でもそうそうそうですね、動きが大きくなってる。あー夢く、あーうーあーあー、でも気持ちいいですね。ちょっとね、痛めですけどね、これ痛いけど、うん、痛い、気持ちいいというか、うん、あー、あー、いい感じです、いい感じです。肩甲骨が動かされている、ね、引っ張られている。あー、あー、でもね、気持ちいい。ついでにこっちもこう、あー、なるほど。あー、あー、あー、よーし、大丈夫ですか。あー、はい。あー、ここなんかすごい強力な、うん、うん、なんかね、くっつけられてる感じする、うん、そうね、そこが硬いですね。ここでちょっと時間かかりそうですね。そうですね、ここ取れ、ちょっと溶かしたいですね、うん、溶かしたいですね。固まってますね、ちょっとね、こうやって動かしながら、うん、なんかがっちり止められちゃってますね、そこはね。なんかテープ剥がしでもくっつけたいですね。ね、できるならやりたい。でもなんかさっきよりこう腕の伸びがいい、うん、そうですね、うん、気持ちいい。お腹大丈夫ですね、動かしてもらうの気持ちいい。お腹大丈夫ですか。うん、全然お腹の方は何もないです、大丈夫です、うん、多分ここをね、こう溶かして血行を良くすれば、あー、でもほんと呼吸もやっぱ楽になるから、ね、絶対これ赤ちゃんにもいいですよ。ほんとですか。うん、いや、なんか妊婦さん肩こり腰痛多いじゃないですか、足もむくむし。いや、もうみんなもうね、それはもう避け通れないみたいですよね。そう、うん、だからやっぱ本当は自分で動くなりなんなりがあった方がいいんでしょうけど、それもね、ちょっとこう、うん、なかなか手が回らないので。あと動き方知らない人もいますもんね。そうですね、うん、変にね、ドスドス動けないしね。そう、久しぶり動きますけど。そうそう、さっきも驚きましたね。動きがね、大きいからね。あー、でもさっきよりなんか滑らか。そうですね、いい感じですね、うんうん、いや、だから絶対こういうのはやった方がいい。あの、特にね、医師からなんか言われてるんだったらね、ダメだけど、まあそうですね、特別ね、なんか注意がいるんじゃなければ、うん、別に病気なわけじゃないので、むしろいろいろ動いたりほぐしたり必要だと思うので。そうですね、うん、ちょっと様子見ながらですね。そうですね、やってもらえるんであれば様子見て調子がいい時は受けた方がいいと思う。コリをね、そっとくと良くないですから。いや、いいこと一個もないですよ。そうなんですよ。でもなんか行くとこないと我慢するしかないみたいになっちゃうんで。まあまあ、なんとも言えないですけどね。やっぱりあのお店にはお店の事情もありますね。まあね、だからこういうふうにやってもらえる人見つけるねっていいと思います。私はやってもらえる人がいてよかった。もう、たくさんいらっしゃる。やった方がだってよく眠れたりとかね、やっぱ気持ちいいですからね。触って回れるだけでもなんか気持ちは救われるじゃないですか。そうそうそうなんですよ。やっぱ凝った状態で放っとくとなんか気持ちまで、ね、悪くなっちゃうというか、うつうつとしたり頭痛くなったり、おーい、それあーって感じですね。うん、多分硬いからですよね、ちょっと痛くて、うん、肩の動き悪くなってるんですね。ここさ、うん、この辺筋ですね。そう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 、その辺からくっついてる感じですね。そうですね。そうだ、残ってるから。ここの芯にこう硬さが、うん、ありますね。うん。まあ、ちょっとずつですね、これは。そうですね、まあ、いきなりなかなかスッキリはね、ガシッてやると多分、うんうんうん、ね、ちょっと今痛そうですね、痛そうだし、お腹にも特にね、よくない、はい、踏ん張っちゃうとね、よくないですけどね、うん、でもすごい気持ちよかったです、楽になります、いい感じによくなりました。はい、ありがとうございます、大丈夫ですか。大丈夫ですか、はい、はい、ありがとうございます。あー
ああでもすごい。あれ今こっち向きだけですもんね。はい、じゃあやりますよ、ね。じゃあネクストはい。はい、すいません。はい。じゃあ続けてじゃあ反対ですね。はい、はい。いやー先生本当に。あでもすごい左やってもらっただけでもすごくなんか。いいですか。背中うんもう肩も結構気持ちいいです。よかった。やっぱ日頃ね本当にお世話になってるんで、いえいえいえ少しでも貢献できる。もっとちょっとさカメラの角度変えます、はい。これもあれかな。こうの方がいいのかな。よいしょ。はい。ありがとうございます。いいえいいえ。もう全部もうそのつもりで全部今日来ましたから。ねわざわざなんか枕を持ってきていただいて本当ありがたいです。いえいえ。本当1年以上ですからね。そうですよね。うん、なんかお付き合いも長くなりましたね。なりましたね。もうこれぐらいのことはもうしますよ。ありがとうございます。助かります。うん、まただから何かあったら言ってもらえれば、うん、空いてれば、はい、あのはい。ありがとうございます。哲也さんあれじゃないですか、今だいぶ随分チャンネル登録者さんとか増えたんじゃないですか。いやあの先生のおかげですもん。やっぱりあのね、あのファンの方が、先生のファンの方が、もう哲也さん面白いっつって、そうですよね、こっちにもやっぱ何人か多分流れてきていただいてると思うんで、ずっと思いますよ。だってなんか、ね、だってなんか逆に哲也さん側から私の方にフィードバックが今来るようになっているので。あ、本当ですか。そうそうそう、だからそれだけ多分哲也さん側の方で人気が出てる証拠なんだなと思って。そうですね、先生の、うん、多分笑い声が素敵っていうね。本当ですか。Sっけたっぷりの結構ね、やっぱりね、あの見てる人ってやっぱり N の人多いと思うんですよ。あ、やられたいっていう人、やりたい、やりたいっていう、そうですよね。でやっぱりこれが気持ちいい気持ちいいって言ってるから、ああ私もやってもらいたいなっていう、やっぱり、ね、切実な、そうです、ね、気持ちで来てる、やられてる気持ちになって見てるっていう、ね、方多いですからね。そうですね。でもなんか哲也さんの疲れ具合と一緒とかね、同じとこ凝ってるとかねありますよ。なんか共感される方多いんじゃないですか、哲也さん。そうですね、そうやって共感してもらえるとありがたいですよね。ね、うん、ね、調子が悪くなる甲斐もあるんですよ。そうですよね。でもみんなやっぱ疲れてますよ、本当今大変だもの。いや疲れてない人いないですよ。いないですよ、生きていくだけで大変ですもん。本当本当本当、もう貧乏人も金持ちも絶対疲れるんですから。疲れる疲れる、それなりに疲れますもんね。そんなにどんな環境にでもやっぱ何もないなんてほぼないですよ。いろいろやっぱりね、本当にあったらあったでなきゃないでっていうのがあります。本当です、何もしなくても腹減るのと一緒ですよ。あ、そうですね、うん、疲れはみんな溜まります、溜まります溜まります。今本当にあの環境だったりとかね、もうその要は天候っていうかね、いろんな、ね、あの雨がたくさん降ったりとかさ、あの台風が来たりですとかね、暑かったり寒かったり、そうそうそう、そういうのもストレスになりますから ね、 ですよね。空気も汚いですし、いや本当ですよ、花粉だなんだね、そうそうそう、アレルギーだ、そう、最初からうまくいく人なんかいないです。左の時に比べればだいぶ右も、うん、やすいですか、なんか緩んでますよね。はい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 、うん、ですね、この辺はやっぱちょっと固めな、
腰をかがめますからね、まあ、ねこの辺ね曲がりますよ ね, ですね。下に行けば行くほど硬くなっていくような気がするんですけど、あ腰の方が気のせいですかね。気のせいじゃないと思います。リアルですか。